源流部新梅の奇跡をより上流方、ヤバトピアに差し掛かるア田川と田川は、大分県中津市を流れる山国川水系の一級河川。山国川の支流では、山内川に次いで2番目の規模。琴川とも呼ばれる。また、西谷川五流部より、上流は東谷川と呼ばれる。全流路にわたって、国道500号が並行する。山内川流域が、 旧ヤバケ町であるのに対し、あと田川流域は並行する、八カ川流域と共に、旧本ヤバケ町に属し、源流部から河口に至るまで数多くの継承地が存在する。一帯が、ヤバ北栄彦山国定公園であり、1923年、指定、1936年追加指定の名称、ヤバケ全66系中。 本河川流域に属するものは8系ある。あと田川は、中津市本屋場慶町、東谷、鹿嵐山南六に源を発した西流する。源流部では、支流沿いに地蔵峠の景、陰水の景、轟の景が見られ、それらを合わせて進む。落合地区では目前に、山の富士と呼ばれる木の子だけが現れ、西谷川と合流する。 間もなく折元の集落を抜け、ほらなる橋と呼ばれる両岸を岩峰で覆われた一枚岩の、峡谷へ入る。西側のイムイさんの断崖絶壁やほらなる幕府が、国道沿いに見られる。ほらなる橋の境を抜けると、本屋場境の中核を成す、羅漢寺の境、古羅漢の境に入り、羅漢寺川と合流する。周辺には駐車場や自然歩道などが整備され、紅葉シーズンは人気が高い。 川口付近の祖木地区に入ると、周囲500メートルの中洲があり、道の駅ヤバトピアを呼び、ヤバ系風物館として整備されている。ヤバ橋を過ぎると山国川へ流入する。1993年9月3日に、あと、田川を含む山国川流域が台風5号の被害に遭い、これを受け2003年より、河川五岸工事及び築堤工事が進められた。山国川は、 国土交通省管轄であるが、後田川は全区間が大分県管轄であるため、県事業により、ヤバ橋からヤバトピアまでの護岸工事が2012年まで行われた。一方同年6月30日から7月23日にかけての梅雨前線による豪雨災害も大きく、2013年度にかけて災害対策と緊急事業推進費による後、 田川の堤防復旧工事もなされた。上流より、掲載上流より掲載道の駅、ヤバトピア中津市議会会議録平成24年3月定例会、第1回中津市議会会議録平成25年3月定例会、第1回中津市地域防災計画資料編。ありがとうございます。